こう、どうですか、いっぱいありますよ、うん、やっぱ読解ですね、いろいろ。あ、長文ですか。そう、長文読解。お前、終わってますか、ね、今カットしますから。 Hello there。 え、そこしかない、それしかない、あれあれ。 Hello there。 始まりました、もんちゃんです。ヒエタチャンネルですか。ヒエちゃんすか。ヒエちゃん。ヒエちゃん。いやいやいや、なんかもう、ヒエちゃん。旬を過ぎたみたいな、旬すぎて冷えちゃったみたいな、そんな感じですけど、はい。辛いな。はい、今回はですね、駿台予備校のですね、英語科学講師、ヒエタ先生におすすめ参考書を聞いていこうと思います。はい、よろしくお願いします。単語帳はどうですか。単語帳ですか、まあ、これはもう間違いなくシステム英単語一択っすね。おお、それは駿台に忖度。いや、忖度とかないっすよ。寸大文庫を崇めてますかね、母つって。あ、そんだか。システム英単語って、まあ、いわゆるミニマルフレーズっていうね、ちゃんとフレーズで覚えるような形式になってるんですけれども、はいはいはい、すごくこう見やすいし、使いやすいし、もう単語帳といったら個人的にはとにかくシステム英単語。これをもうしっかりとやるだけでも相当違うかなと思いますね。なるほど。皆さんぜひシステム英単語をやってください。ターゲットではない。そこではない。ターゲットとかまして終わってますからね。今カットしまってますから、今ピー入れてもらっていいですか。ターゲットとかね、学校採用で、ね、選んでるやつがマジで終わってますからね、本当にね。で、全然使いにくいですからね。まあ、今の一連の流れ全部カットっていうことで、はい、使いにくいだけ。使いにくいで、レベル上がったら鉄壁とかはいいんですか。そうですね、鉄壁は多分ある程度一旦単語を覚えてる人が漏れ抜けを確認したり、こう言葉のつながりとかニュアンスの違いを理解するために使うといいと思うので、シスタンとかである程度固めた人が鉄壁やるといいと思います。で、ちなみに速読英単語っていうのも結構有名なんですけど、 あれはどっちかっていうと俺は読み物として使った方がいいかなと思いますね。なるほど。単語覚えるっていうのは読み物専用かな。なるほど、はい、じゃあ文法。文法っすか、いっぱいありますよ、うん、やっぱ文法が苦手な人はやっぱりあれですね、まあ、英文法10大ドリルですね。お、今話題になってる、はい、話題になってる、はい、まあ、本当にベタなものなんですけれども、あれはマジでね、いいですね。英文法基礎重大ドリル、本当にああいう類のドリルみたいなものをやっていくっていうことがすごい大事です。じゃあそこから上がったら、で、英文法重大ドリルのものレベルのものがしっかりできたら、もう一個自分がねおすすめしたいのが、英文法筋力エクササイズっていうね、河合から出てる本があるんですよ。寸大のね、あれはもうなくなった。いつもね、寸大のね、寸大文庫とかね、河合出版とかどうでもいいんですよ。英文法筋力エクササイズっていう本があって、筋トレめっちゃ好きですか。そう、最近ね、頑張って肉体改造中ですからね。で、全部で5巻出てるんですけど、おいおい、1巻目と2巻目が、まあ、簡単に言うと文法のドリルです、うんうんうん、もうドリルをね、やってください。ドリルが好きなんですね。ドリルが好きです、うん、とにかく同じような問題を何度も何度も反復ですね。はい、それは穴を開ける方のドリルですね。ドリルせんのかーいです。知らない知らない、カットでドリルせんのかーいって、すちこさん知らないですか。マジっすか。これジェネレーションギャップっていうんですか。ジェネレーションじゃない、去年流行ったやつ。ジェネレーション、本当に去年大ブレイク。いやー、マジっすか。ガキツカの年末にも出てきたし。そのドリル系が2つ。そうですね、問題集とかありますね。で、ドリル系があった問題集はいろいろあるんですけれども、まあ例えばアップグレード英文法っていうのがたまたまここに手元にありますけど、これとかね、はい、まあこれ結構簡単めなんですけど、こういうのとか、あとは、まあ、トラスト英文法とかも結構好きですかね、はい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 、個人的にはトラスト英文法信じられる、うん、そう、まあ、トラスト英文法って本当にいわゆるなんとかステージみたいな感じの4択とか並べ替えとかが載ってるんですけど、はいはい、とにかく問題数が多いのと、ほうほう、あと結構意外とね、難易度の高い問題とかも載ってるんですよ、うん、なので、まあ、それなりに英語が得意かなって人はやってもいいですね、はい、もう1から鍛える出しましたんで、一応宣伝しておきます。あ、そうだそうだ、はい、ね、それまだ見てないんですよ、はい、書くってね、大変辛いっすよね、もう二度と書きたくないと。じゃあ解釈、はい、英文解釈。そうですね、これはね、うん、ないっすね、あんまり。あんまりない、ほう、うん、あるけどない、うん、ないようなあるような、あるけどないような、何それ夢、はい、まず基礎レベルのものですよね、うん、で言うと入門英文問題成功。ああ、入門英文問題成功、竹岡先生が書かれた本、はいはいはい、改訂版が出た、はいはいはい、あれは割と良さげな。ちょっと僕カットめちゃめちゃしないといけないから、そのゆっくり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 喋るとめちゃめちゃ容量食うんだから、一カットで。なるほど。
それは寸大だから竹岡さんが。いや、やっぱないっすか、つながり。竹岡さん、竹岡さんとは実は彼のセミナーに一回行ったことがあって、はいはい、そこでお話を少しさせてもらったことがあるので一回だけ会ったことがあります。彼のセミナーに行ってヒデさんが喋ったってこと。あ、そうです。お話ちょっと彼と直接話をさ、ね、させてもらったっていうだけです。ちょっとね、いや呼んでくれって結構やっぱリクエスト来てるんで。なるほど。呼べないかなって今。いやー、かなりの大物なんでね。そうなんです。結構大変ですよ、呼ぶのは。多分関西に行きましょう。そうか、はい、関西行かなきゃダメか。関西行きましょう。で、次のレベル、はい、そうですね。あとは次のレベルで言うと、これまた竹岡先生が書いてる本なんですけれども、ちょっとレベルは上がるんですけれども、まあ、英文10項。英文10項 ?10 項っすね。英文10項っていう、まあ、じっくりと考えるっていう意味の10項なんですけれども。ああ、10項ですね。はい。英文10項っていう本は、まあ、一応上下巻2冊あって、あれもまあ割とオーソドックスで使いやすいかなという感じがしました。竹岡先生の知り合いの方、ぜひ竹岡先生に出ていただくように言ってください。ただ正直なことを言うと、なんか自分の中でもうこれが決定版だみたいなやつがあの辺のレベルの本でないんですよね。上のレベルだと、上のレベルだともうなんか英文解釈の透視図であるとか、あ、出ましたね、英文解釈の読解の透視、英文読解の透視図だ、英文読解の透視図とか有名ですね、まあ、当然ね、英文解釈教室英文解釈みたいなものがあるので、まあ、この辺、そう、井戸和夫先生のやつがあったりするので、まあ、この辺は本当にマジで英語が得意な人がもっとしっかりと正確に読むためには必要なんですけれども、うん、なんか中級者って言ったらいいんですかね、本当に偏差値50からまあ60ぐらいの子がものすごくちゃんと正確に読めるようになるための本っていうのが実はあまりあるようで多分ないかなと思っていて、まあ、いろんな参考書が出てるんですけれども、なんか自分の中でこういう感じがいいのかなっていうのは出てないので、うん、まあ、頑張って書いて出します、はい、お、出す宣言。5年後ぐらい出します。どこの出版社から出るんでしょう。どこの出版から出るんですかね。日枝の4技能とかで出てたら笑えますよ。4技能ね、もうそれはやばいね。俺が一番興味がないことの一つですからね、本当にね。トフルいっぱい取ってる、トフルアイエルツ満点を目指してるけども、教えることにあまり興味がないっていう。なるほど、はい、読解は結構好きなんですよね、教えるのね、やっぱりね。じゃあ続いてですね、はい、読解ですね、いよいよ。あ、長文ですか。そうです、長文読解。長文読解、ツイッターとかで進めてない。あら、あら、長文読解はまず河合出版から出てるデルデタ英語長文の、まあ、初級編がめちゃめちゃいいですね。ほう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 。まあ、大体一般的な読解の参考書っていうのがなかなか一個一個英文の文法構造とか書いてあるとか、うん、説明されてるものが少ないじゃないですか。なるほど、はい。でもその本は全部に説明がついているんで、まあ、しっかりと正確な理解のもとで、まあ、長文を読むことができるっていう点ではいいかなと思いますね。なるほど、はい、デルデタ、デルデタシリーズですね。上に行くとあれは、ね、ちょっと難しすぎますね、上のは。あ、そうなんですね。初級中級ぐらいまでが多分一般的にはいいかな。初級も意外とそんなに簡単ではないので、へ、結構学ぶことが多いと思います。偏差値55か60ぐらいの人でも十分楽しめると思います。じゃあ難関大行く方々には、難関大が行く方々にはぜひですね、中級、まあ、上級はどっちでもいいかなって感じですね。他ありますか。他だとデルデタシリーズ以外、まあ、デルデタシリーズ以外だと、まあ、寸大文庫から出ているシステム英語長文とかも、まあ、あ、無難でいいかなと思います。はいはい、じゃあ作文、作文は河合出版から出ているこれが英作文っていう本が結構個人的には好きだなと思っています。和文英訳がいっぱい載ってる本なんですけれども、まあ、例文と類題という感じでオーソドックスで、ただ CD が付いてないんですよね。あ、なるほど、まあ、そこだけがネックなんですけど、まあ、それを差し引いても非常にいい方かなというふうに思います。じゃあ河合出版の方ぜひですね、そこ改善してください。お願いします、はい、音声つけてください。自由英作だったら、自由英作文は何がいいかな。和文英訳ができれば大体自由英作文はなんとかなるし、そもそもね、自由英作文ってね、大体誰も書けてないんですよ。もう極論言うと、そんなんでお前受かるのかみたいなやつが受かってるっていうね、うん、残念ながら、残念ながら、まあでも、まあ俺は大学入試はとりあえず、まあ、読解がちゃんとできればいいんじゃないかなと思うんですよね、正直ね。国際教養どうしたんですか、自由英作は。自由英作、いや、もうなんか適当なこと書きましたよ。ノリノリノリ、なんだっけ、Z 会が出している自由英作文のトレーニングみたいな本とか、あれ別に悪くないかなと思いますね、はいはい、ただ自由英作はもう極論言うと、書いたものをまあ添削してもらうっていうのが一番早いかもしれないんですけど、 そもそも何かを書こうってなった時にインプットしてないと書けないんで、とにかく例文とか、まあ、フレーズを覚えてください、うん、
はい、ね、です、はい、そういった形で覚えろ、これは参考書いろいろとためになったんじゃないでしょうか。はい、ヒデ先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。これだと取れ高がめちゃめちゃあるんです。だいぶ高い。